が乗りにくいから、そうですよね、坂になるし。外れてるんだ。入ってない。入ってないですよ。なんかでキビる。なんかでキビる。あの船知ってるやね、今人がいっぱい乗ってるもん。釣り客えらいいっぱい乗ってる。こんな乗ってるだってあれじゃないの。でも定置網ってあえらい、でも傾いてないあれ、うん、傾いてる。そういう感じで、傾き方がある。やっぱ外に出ると寒いわ。全部消したここ。なんか元がんとね年寄りはこうなんか元がんって感じあの バス停とかでもこう前は元がん本当にちょっとこう一歩触るだけでいいもんね。これ横島なんですよ。ああ。どうしても浮かなかった。前飛ぶ人は向こうだったわけですね。
あれ、向こうは龍ヶ岳。あれは龍ヶ岳か。ってことは、あれが倉岳？こっちは洲本。あ、こっちは倉岳。あ、洲本ね。はい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 。一周してほしいな、島の周り。まだ釣らない。まだ技量がないっていうか、イカさん。あのちょっと手前ちょっと行こうぜ。はい、ここからこう表面にあの公民館が見えましたもんね、前ね。鉄塔から電気がこういってあるから。めちゃこしたら寒そうやな。月には来てくれるんだろうけど。この間なんか。懸垂式を。ちょっとエビ様にあげて、はい、どなたか飲める人は。飲める人。飲める人は飲んでください。浸水式ね、浸水式。大量祈願。大量祈願。安全を、安全公開を記念して。エビ様にあげます。立ち会っていただいて。いや、こちらこそお世話になります。無事に。船がここにもう今赤い魚が映りました。おこれ でかいのもいるので狙ってみましょう。潮が動いた時に釣れると思うので。釣り方はもう石ちゃんのあそこと一緒です。あそこと一緒。落として着いたらゆっくり10回ぐらい上げてまだ45、46。ああそんなにあるんだ。へえ。待ってください、ね。いいところで追いかけますから。もうちょっと先？浸水式じゃないけど、完全祈願しなきゃ。どうぞ皆さんしてください。よし、ちょっと私やってみ、釣れた時は教えてね、すぐ動画撮るから。竹ちゃんが撮った時も田中ちゃんが撮った時も全部動画に収めた。よし、ちょっとあっちにお邪魔しようかな。お邪魔します、船頭さん。船長。どれが魚探？わ、かっこいい。こっち。おー、すげー。でかいな。はい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 。でかいなのがね、釣るから戻った。これは普通の20センチかそこらの、アジとか、手の魚だと思う。46メーター。40、そこだね。そこだね。ちょっとのところ。逆に言うとそこじゃないといないと思う、ね、いないね。ああそう、白井さんも投げずにそこに当たらない。ああもう魚探がね、外そこしかいない。うん、今見たけど全然、逆に言うとそこはすごい。これが冬の長靴から来てる。山が見えないから方向がいまいちわかんない。日も照ってないし。今日はもちろんグライダー積んでない。積んでます。積んでるの、うん、偉い偉いよ。だって4日飛び行くもん魚のに。
どこに？魚野。四日。あ、魚野。うん。ちょっと向こうまでちょっと走ります。はーい。奄美のタケちゃんたちが来るから。あ、そうなんだ。あっちで会おうってなって、で、宮古の城のタケちゃんたちも呼んだら、タケちゃんと田中さんが来るかも。来るかも。なんか誰か案内しないと、飛ぶの飛ぶところ案内しないといけない。じゃあ、ものにおいでやって言ったら、じゃあ行こうかなって。まだわかんない。だから積んできた。Thank you.
最初にほら最初に来た時に船見たとこね、最初に来た時、そうですね、ここですよね。あ、そう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 、私ここしか覚えてないの。ああ、ここしか。なんていうほら山の方から来たでしょ。そう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 、なんか迷彩のテントだね。ねえ、たけちゃんが好きそうだね。釣りキャンプかな。あ、今のあのテントちっちゃいね。自衛隊仕様だね。ちっちゃいよね。ねえ。よくあれ1メートルないでしょ、あれ。素晴らしいね、今のテントは。私の山用のテントも70ぐらいしかないけど、もう荷物入れたら、そうよね、とてもとても。横島まで
機械、今は機械だろう。大きいエンジンだね、あれ。はいはい、ここにね。道楽だなと、お金持ちだろうなと、ヨットで一人じゃできんね。